ドイツにある木橋木橋とは、主要部材に木材を用いた橋である。橋の材料として、古くから用いられており、現在でも人道橋など荷重強度が小さな橋を中心に仮設例がある。日本では、1954年時点の建設省の資料で、国道、府県道に57,368万本の木橋が存在していたが、 うち重量制限が加えられている橋は237本であり、高度成長期に向けて交通量が増加すると、コンクリートや鉱材を材料とする橋に置き換えられ、ほとんどが姿を消した。しかし、1987年の建築基準法改正以降は、従来の木材に加えて修正材の利用が可能となり、長崎大橋のような島町50メートルを超える橋も、 建設された。これらは従前の伝統的目標と区別して近代目標と呼ばれることもある。構造自体が目標でも歩行面が土の場合土橋と呼ばれることがある。鉄筋コンクリートや鉱材、繊維強化プラスチックなどとの複合橋も仮設されている。桁橋、トレッスル橋、トラス橋、アーチ橋を中心に各種の形式がある。 中世城郭の各部名称を1横堀に塗るい、3連続縦堀、掘り切り御瀬堀、障子堀、彫マス型古行、土橋、平古を前出し木橋来るは柳楽大城に用いられる橋を大別すると、土橋、石橋、木橋に大別される。木橋は撤去が容易であり、主要路で使用される土橋とは別に、重要度の低い通路に使用され、戦時には、 敵の移動を制限するために撤去された。使用された木材は、板は丸のコなどの製材技術がない中世では高級品であり、居匠や戦略度の高い場所で専門家を雇って建築されたと考えられる。居住性のない山城でも見られるが、構造は簡素で使用される木材も丸太のような加工が施されていない材木が多用された。ありがとうございます。